世界気象、軟地性疾患の日は、気象疾患、軟地性疾患の啓発を目的として、世界的規模で、毎年2月末日に開催されている、レアディジーズデーの日本での正式名称である。世界気象疾患の日ではなく、世界気象、軟地性疾患の日となったのは、欧米における、気象疾患という故障と別に、日本において、難病、軟地性疾患という故障が、 従来より用いられてきたことによると思われるが、公開された記録はない。日本での開催事務局は、2015年開催より、特定非営利活動法人 a s レッド内に置かれている。2014年には、世界84カ国にて、RDD に関係する1000以上のイベントが開催され、そのうち410が RDD 世界事務局が公認したイベントである。 日本は2010年から公式に参加した。2月末日に開催する由来として、4年に一度のウルードしのみに設けられている2月29日が最も稀な日として象徴的であったことによると記述がある。2008年にヨーロッパにおける気象疾患の患者会の統合組織である EN、ヨーロピアン・オーガニゼーション・フォーレア・ディジージスにより、スウェーデンにて開始された。 2008年のユーロディスによるテーマとして、レアディジーズアズエイパブリックヘルスプライオリティ同スローガンとして、エイレアデイフォーベリースペシャルピープルが掲げられた。2009年には、米国における、気象疾患の患者会の統合組織である EN、ナショナルオーガニゼーションフォーレアディスオーダーズの参加を受けて、世界的なイベントとなった。加えて、EN、グローバルジーンズプロジェクトをはじめとして、 各国の啓発団体も多く参加した。2009年のユーロディスによるテーマとして、A パブリックヘルスプライオリティ、同スローガンとして、ペーシェントケア、Care, A パブリックアフェア、が掲げられた。2010年のユーロディスによるテーマとして、レアディジージス、A パブリックヘルスプライオリティ、同スローガンとして、ペーシェンツリサーチャース、パートナーズフォーライフ、が掲げられた。 合計46カ国が参加し、新たに参加したパートナーとして、日本とブラジルが言及されている。日本語による開催報告も挙げられている。2011年のユーロディスによるテーマとして、レアディジージスワンドヘルスイニクアラピス、同スローガンとして、レアバッドイコールが掲げられた。日本語による開催報告も挙げられている。インドでの開催の様子。 2012年のユーロディスによるテーマとして、ソリダリティ同スローガンとして、レアバッドストロングトゥヤザーが掲げられた。日本語による開催報告も挙げられている。2013年のユーロディスによるテーマとして、ソリダリティ同スローガンとして、レアディスオーダーズウィズアウトボーダーズが掲げられた。日本語による開催報告も挙げられている2014年は、9カ国が新たに参加して、 合計84カ国に上った。日本語による開催報告も挙げられている。日本語によるテーマとして、寄り添う、We Walk Together With You、気象疾患、難病を取り巻く現状を知って、患者さんの思いに寄り添い、患者さんが笑顔で生活できる、より良い未来への一歩を共に踏み出そうとの記述がある。二0十五年のユーロギスによるテーマとして、Living With a l e a d i 同スローガンとして、デイバイ、デイ、ハンドインハンドが掲げられている。日本語によるテーマとして、紡ぐ、あなたと出会いつながるレアディジーズとの記述がある。参加国、参加地域は以下のように示されている。なお、英語サイトからの引用なので、英語表記したサイのアルファベット順である。日本での開催地域、開催地点、及び企画名のうち特筆性のあるものは、 以下のように示されている。日本の近隣国での活動として、台湾では女優のウィルン名が宣伝活動に参加している。また、ゆるキャラとしてバクのチェンが参加している。また、気象疾患の家族を持つ父親6名によるバンドが結成された。なお、ゆるキャラに関して、日本国内での開催についても、開催地点熊本県庁の熊本といった、 ご当地キャラの参加予定が告げられている。なお、女優による宣伝活動に関して、日本国内での開催についても、開催地点六本木ヒルズームに、アズマ・チズルの参加可能性が告げられている。アメリカ合衆国では、女優のイエヌ・パトリシア・リチャードソンが宣伝活動に参加している。気象疾患により父親を亡くしたと述べられている。フィリピンでは、 大統領令に基づき、1日限りではなく、1週間、ナショナルレアディジーズウィークが開催され、2015年は、その6度目である。キャノンといった、日本の大手企業による講演も記されている。主たる、ソーシャルメディア展開としては、ユーロディスにより、Facebook、Twitter、YouTube、Flicker、Google、EN、サンダークラップが挙げられている。 日本国内向けの公式のものは Facebook、Twitter、YouTube、y o u s t r e a m がある。ありがとうございます。